いろいろな種類が豊富に揃っているっていう、だからちょっとお買い得に買えるらしいんですよ。はい、じゃあ見てみましょう。はい、3 special models with Rancourt, this maker, in Cordovan. Okay. This one was the first time they made this model, classic model, like this, in Cordovan. Two colors? This is black. No, this is not. This is the Cordovan. Oh, I see. The boots. Oh. And this one. Got it. Okay. Yeah, so this was like, you could say, like an exclusive model for our shop. Nice. This year was our 15th anniversary year, so we made like some special models for the 15 years. Yeah, and then this boots also. Yeah, the dab boots. Mm-hmm. And then with Alden, we make a lot of shoes and boots in Cordovan. Okay. No, you know. Yeah, No, you're just looking for Sebago. Yeah, okay. That's also Maine. And then I didn't know this brand. So Rancourt is a family business. They've been making shoes in Maine since like the 1970s. Mm-hmm. Yeah, it's family owned. Very nice. This was a special one in this special leather and everything with the bit. Looks very nice. Yeah. Mm. Yeah. We're a men's store, so I don't know. Right. Mm-hmm. Very classic. Yeah. I don't know if Sebago was made in the United States anymore, but. And then, you know, we have a lot of Cordovan models. Sure. It's fun. Wow. He was just here 2 weeks ago. We had from Tokyo, the Troncho. He makes not only these sneakers, but he's makes beautiful. レインコートは絶対チェックしますよ。Of the color cordovan plus the leather and the thread.
Yeah, it is. I think it'll discuss some wearing these shoes that are just coming today. Okay, great. Yeah, I think I owe you some money, so. Oh, yeah. っていうのちょっとバスとかでもありそうだけど、ちなみにお値段とかはないのか。ないな。これね、今結構おしゃれな人みんな入ってるんですよ。聞いたことないです。あ、これアナトミカってさ、フランスのヴィンテージのね、セレクトショップがあったじゃん。日本にもあるけど、それ何？このアナトミカと和光画のコラボです、あ、そうなんだ。そう、どこで作ってるの？私中学校の時の靴なんだけど、ね、流行ったよね、こういうの。流行ったっていうか、私それじゃないといけないっていう。え、そうなの、うん、もしかしてこれもメイドインジャパンなんじゃないですか。そうなんだ。あそこになんか裏に単のところに何か書いてある。書いてない。メイドイン台湾です。そうなんだ。じゃあきっとお値段もお安めかな、うん、かなりなんかフラットだね、うん。でもこれでこうで今度にもね、おしゃれな人はみんな入ってるのかな。でもそれ夏の靴っていうのでいいと思う。細身だよね、裸足でもほら履ける、中が凝る。裸足じゃなくてもほら中にね、ショートソックスとか、メイドインジャパンですよ。グリーンでもいいですよね、ジーンズに合うし。皆さんの方が知ってるかもしれないですよね。そうだね。コンビで。このコンビ可愛いよね。これもシバゴ？うん。メッシュ系っていうのは夏っぽいよね。でもね、可愛いよね。ちょっと履くと重すぎる感じし。まあね。これスペインとかに行ってそうだよね。ああ、そうだね。こういう見る？はい、先ほどドレイク？に行ったんですけれども、はい、今からトッドスナイダーの、はい、このエリアってなんていう、トラベッカ。トラベッカだね。トラベッカの店に行くんですけど、そのトッドスナイダーから、このいやドレイクからトッドスナイダーの、に向かうあたり、アッパーイーストにミュージックマイルって美術館の、ワンマイル美術館で埋まってるっていうエリアがあるんですけど、ここはまさに
あのメンズマイルのようになっていくんじゃないかなっていうぐらい、うん、メンズファッションのなんか勢いを感じますよね。あのカナルのあたりからこの辺まで、そうね、うん、ちょっとまとめて見られるよ ね、 見ることができる素敵なメンズショップが、なんか掘り下げていきたいですよね、少しずつ。でここはやっぱりなんか元々 J. クルーがのメンズがあったところで、はい、まあ、彼がいた時にできたんだけど、彼があの J. クルーを去った後に今はトットスナイダーのお店になりました。またちょっと素敵な雰囲気ですね。うん、ここね昔から J. クルーの時からおしゃれだよね。うん、おしゃれ、あの J. クルーすっごいおしゃれでした。うん、入っています。はい、さあこっちが夏の定番エスパドリュグラナバナとスウェードがありますけれど、ホットスナイダーのやつですね。バススペイン、ちょっとブーツはね、夏はあれですけど、ゴールデン。それってエクスクルーシブですかね。多分あとね、色がほら説明してくれてたじゃん。なんかリネンのパンツにね、うん、カジュアルに合わせると素敵ですよね。